月11日土曜日、東樹先生の遺徳を伝える講書始めが東樹書院で行われました。はじめに富永教育長の先導で参列者全員が校教を音読し、その後講書始めとして青柳小学校の横田校長による講義が行われました。横田校長は東樹先生の教えを伝える教育実践と題して青柳小学校での取り組みについて話され、参加者らは熱心に耳を傾けておられました。講書始めは東樹先生が生きておられた時から1月11日に行われてきた行事で、この日も地域の方々や教育関係者ら約70人が参加されました。